ああ、もっと早いから頑張ればよかったよ。ああ、みんな勉強してんのかな。やっべえ。ツイッターでも見てみるか。いや、こいつ俺よりワロタだわ。やっば。いや、みんなやってねえんじゃね。いや、大丈夫っしょ。いつも。どうも、あいちゃす。冒頭に少し茶番みたいのが入っていましたが、あれはですね、もともと昔塾講師をやっていた時に、夏休みが終わって最初のね塾に来た時の一部の生徒ですね。あれは夏休みをうまく使えなかった、後悔の念に駆られているタイプの生徒を演じてみました。皆さんはあれになりますか、ならない自信がありますか。あれは結構多くの方があそこに陥ると思っています。だからこそ、あそこにならなかったら、ああいう風にならないようにこの8月を過ごすことができれば、周りとすごく差がつけられます。なので、ああはなりたくねえなっていう思いをちょっとねしてほしかったので、ああいう風にやらせてもらいました。で、今回は8月2日ということで、8月のポイントを喋っていくわけなんですが、テーマは3つあります。まずは1個が限界突破、そして2つ目が細分化、そして3つ目が可視化です。この3つのポイント喋っていきますので、ぜひね最後までお付き合いいただけたらと思います。まず1つ目の限界突破なんですが、皆さんに質問があります。皆さん1日単位でいいです。1ヶ月間とか半年間じゃなくていいので、1日単位でいいから、もう限界まで勉強したことあります？もう俺はこれ以上できねえ、つれえってぐらいまでやったことありますか？だからよくさ、こう聞いたことある方もいるかもしれない、もう勉強しすぎても死ぬことねえからって。これ俺の塾時代の先輩がよく口癖で言ってた言葉なんですよ。あんまり好きじゃないんですけど、でもそうだとは思ってる。例えがあんま良くないなとは思うけど、でもし今まで1日でいいよ、1日ここんなにやったことねえよってぐらいやったことない方は、夏休み1回やってごらん。1日でいいから、今日だけは本気で全てを勉強に費やすと腹をくくって、今日だけはやるって。もしかしたらこうね、なんか LINE とか連絡しなきゃいけない人がいたり、彼女がいるとかだったら、もう言っとくの、ごめん今日だけはちょっともう勉強だけに全てをやるから LINE 返せないからとか、もう全部の環境で自分ができることを整えてやってみ。そしたら自分の限界わかるから、あ、俺ってここまでできるんだ、私ってここまでできるんだっていうのをぜひやってみて。それを毎日続けろってわけじゃないの、じゃなくって、自分の中でさ、ここまでしかできねえよなって絶対思い込みがある。それを一回突破してみ。そしたら例えばさ、じゃあ今まで2時間しかできなかったと思った方が6時間やったとするじゃんか、すげえことなんだよ。でも何度も言うけど、それを続けるのは無理なの、体力的に無理だから。ただ自分の中では2時間までの人間なんだっていうのが、6時間まではできる人間なんだと自信がつくから、それだけでも。だからまずは絶対チャレンジが必要。そして早いうちに、8月の後半でダメダメダメ、もうこの動画見ちゃったんだから、もう今週中よ、やってごらん。ただしこれ諸刃の剣で、もしこの日はやると決めたじゃん、決めたのに失敗してみ、相当ダメージ食らうよ。あんだけ腹をくくってやったのに、あ、やっぱダメだった、あ、無理だ私、あんだけ覚悟決めてたった1日もできないんだって、そう思っちゃったら多分相当引きずります。下手したら受験が終わるまで引きずるかも。だからもうこの1日を逃したら、自分にものすごいダメージを、もしかしたらこの1日を失敗したことによって受験が失敗するかもしれないってぐらいにプレッシャーをかけてやってみてください。いいですか。まず1日限界突破してみる、それをぜひチャレンジしてみてください。そして2つ目が細分化です。でこれは7月に計画を立てたんだけど、なかなかうまくできなかった、あとはつい午前中とかその、ね、まあ、夜しかやれなくてダラダラしちゃう、日中ダラダラしちゃって、で焦って夜になんとかちょっとやるけど目標が達成できなかったみたいな方はぜひ覚えておいてください。これはですね、1日24時間ありますよね。でもまあ実際起きてる時間ってそんな長くないから、その時間を細分化します。でこれは目安です。みんなのその何だろう、生活リズムに合わせて分割してもらったらいいかなと思うんですけど、目安としてはまず午前中、これ AM ね、 AM って言って、まあ昼の12時までを1個の塊として設定してください。で次が、自分はよく5時、これが PM1 です、午後1ですね、 PM1 つまりお昼の正午から17時
5時までをまず1セットで考えます。で次が17時から22時です。でこの22時で切る理由は、22時からねその後勉強する方もいると思うんですけど、できる限りは22時までにもうその日の目標が終わりますよっていうスタイルでやった方がいいです。そうすると万が一終わんなかった時に22時以降使うことができるし、ちゃんと終わったら22時以降、まあ好きな風に使ってもいいし、1日の確認のためにちょっとはね怪しかったところ反復練習しようみたいな風に心に余裕を持ってこうやって1日を使うことができます。なので22時で切ってほしいんですが、つまり AM 午前と PM1 ね、午後1です。17時までの PM1 と17時から22時までの PM2 で3つに分けます。でなんで分けるかっていうと、自分はよくそのね勉強するものっていうのを前日に決めろと言います。前日寝る前に明日はこれをやるぞと決めてください。これぜひやって。今日8月2日になって今日勉強しようと、今日何勉強しようかなって決めるのやめて。余計なエネルギーを使ってほしくない。前日に決める、明日はこれをやるぞっていう。でそのやるぞっていう時に、今まできっとうまくいかなかった方って8月2日1日でこれをやるぞって決めてたのよ。でもそれがうまくいかなかった、だったらもう AM 午前でこれをやるぞ、 PM1 までにこれをやるぞ、 PM2 でこれをやるぞっていう細分化してください。でこれをうまく使うようになってほしい。でなんでかっていうと、大体の方が AM って早い時間を無駄にするんよ。なぜかっていう、だからまあ午前中に自習室でやるようにしてるんだけど、ここを無駄にするのは後でやってもいいかなって思っちゃう。人間の弱さが出てる。だからもうここもうこのなんだろう関門なの、第一関門、ここを AM まで終わらなかったらもう一日絶対ダメになるぞって、まあ、絶対っていうのは言い付きかもしれないけど、でも大体ね午前中うまく使えなかった人間はうまく使えないから、後ろも。だからそうやって分けてください。ただそのね、私はもう夜型ですとか、朝はどうしても勉強ができん、やりたくないってことはいいよ、永遠も消したっていい、それでうまく回るんだったら、だったら午後の部分を細分化してごらん。それは構わないから、ちゃんと関門をつける。 AM までにこれをやる、この関門を突破しなきゃいけない。でもこれを突破できんかったらきっと一日全部無駄になると思って、そのぐらいのプレッシャーをかける。でここを突破したら PM1 で PM2 ってやってみる。こうやって分割していくとかなり突破しやすくなります。でそれでもうまくいかなかったら細分化、うまくこう分けていく、自分のね生活リズムと合わせて分けていくとかなりやりやすくなりますので、ぜひ細分化する、1日のタスクやるべきことを細分化してタイムスケジュールに落とし込んで、それをやっていくっていうのをチャレンジしてみてください。そして3つ目、これが可視化です。でこれはまあ可視化、見えるようにするっていうところなんですけど、今までね夏休みの目標とか1日のやるべきこともちゃんと目に見えるところに貼ってねなんて話もしてきましたけど、今言ったこの細分化とセットでうまく使っていきます。でもし、買うことができたら、なんかホワイトボードさ、ちっちゃいホワイトボードって100均とかで売ってたりするので、それがいいかなとは思うんですよ。まあ普通に裏紙とかね、いらない紙でも構わないんですが、こうやって紙が ということでね、ホワイトボードを使っていきたいと思います。でこれ何かっていうと、まあ1日の目標ってかね、これやるってことを今までみんなも書いてる方もいたと思うんですが、さっきさこう3つに分けたじゃないですか。ここが AM、PM1、PM2 ってね。でこれをちゃんと分けて書く。 AM にはこれをやります、 PM1 はこれです、で PM2 はこれだよみたいな感じで、で分けて書いていってください。でその時にこれ2つねパターンがあって、外す派、これが好きな人と、倒す派、いやこんなことはどうでもいいんだけど、これがあって、俺こっち派ね、倒す派なんですけど、この目標を貼るときに、例えばね付箋とか使うと分かりやすくて、付箋に、付箋も100均で売ってるからさ、こうやってねやるべきことを貼っていくので、終わったらこれを剥がしていく、ペロって消していく、消してあれか、外す外す外すってこうやって外していく、終わったものをどんどん外して、そうすると綺麗なホワイトボードに戻っていくじゃん。あ、これだけ外し終わってく終わってく、あとちょっとこれだけだみたいな、だから残りが可視化されて分かりやすい、あともうちょっと頑張れば終わるみたいなっていうタイプの人と、自分はこっち派なんだけど、まあ、同じくねやるべきことをこうやって書いておくじゃん。でそしたら終わったものに×をつけていくの、倒したっつって。でこれが俺の中で快感なわけよ、こう終わった瞬間にさ、カニャロっつって。これね、いるかもしれないんだけど、例えば、
殴り書きでね、単語とか覚える。まあ基本的に書かないで覚えろって言うけど、どうしても今日は書いて覚えたいって時には書いてやるわけよ。で書いてやって裏紙とかにブワーってやったものを最後、ね、いっぱいもう埋め尽くしたやつを、うん、みたいな。ってやるタイプだったの。あの、普通です。いますよね、絶対。いると思うんですけど、こうやってやったものを倒していくっていう感覚。まあ自分はゲームが好きだから多分そのタイプなのかもしれないんだけど、こうやって罰がいっぱいついていくことによって達成感。そしてこんだけ頑張ったんだっていうのが目に可視化されるので、これはぜひやるべきです。何度も言うけど、まあ1年間の目標もそうだし、今ね、1日の目標もそうなんですけど、人間なんて簡単に寄せるかね、簡単に寄せる。もし、昨日の夜さ、これやろうって決めて何も書いておかないで、朝起きてみ、何決めたっけって思うからね、人間なんて。だから絶対に毎日やるべきこと、本当に腹くくってやろうって思ってるんだったら、目の前にバンって貼っておく。あとはスマホの待ち受け画面かなんかにちょっと写メ撮って毎日貼る。っていうのをやってみてください。で、その中でも、こうやって、まあ、付箋を使ったりとか、まあ、書いてね、ホワイトボードとかに書いてこうやって罰つけるみたいな。で、ホワイトボードがなかったら、さっき言ったように、裏紙、まあ、毎日裏紙にね、1枚ずつ使っちゃうことになるけれども、こうやって書いて、もうね、赤いペンとかで罰、終わったっつって。やりながら、自分がこれだけやっていってるんだ、前に進めてるんだっていうのを自分で認知してあげてください。それが自信になる。いいかい？みんな進めてるからね。これをやっておかないと勉強してるんだけどできるようになってる気がしないとかっていう自信がつかなくなっちゃう。そうすると、ああどうせやっても無駄かもしれないっていう一番邪魔などうせっていう自分が出てくるんだよね。でこういうとこパーンってやってほしいから、だからぜひこうやって目に見える状態で自分に自信をつけていってください。ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。で最後にですね、自分もともと大学を卒業して最初に営業マンをやってたんですが、その時に先輩から言われた言葉ですごく今でも大事にしている言葉を皆さんに一個送りたいと思います。それが最悪を想定して最善を尽くすです。まあこれみんなもね知ってる方もいるかもしれないんですが、これは営業マンにとってすごく大事な言葉、まあ普通にいろんなところでね大事な言葉かと思うんですけど、最悪を想定して最善を尽くす。つまりみんなにとって、特に受験生にとって最悪な状況は何ですか？きっと志望校に落ちてる自分なんじゃないですかね。あとはもっとね短い期間の最悪だったら、さっきこの動画の冒頭でやった夏休みが終わった時にもっと頑張っておけばよかったとか、他のねもっと自分にダメな人間を見てニヤニヤして後で落ち込む自分を見たりとか、あーもう無理だみたいな感じに、闇の中に落ちちゃう自分とか、もう最悪でしょ、なりたくないでしょ。だからそういう最悪な自分を想定するから、そうならないように今自分ができる最善、最もいい手法、最もやり方でも勉強法の厄介なところは、もうこれやっとけって言われたら一番楽だよね。みんなやりたいじゃん、そんなもん。一番近道したいでしょ。でもそれはないんだよ。 A 君 B 君 C さんにとっての最善は違うんだ。だからみんなにとっての最善を見つけなきゃいけない。でもそのためにはやっぱり無駄なことも必要なの。さっき言った限界突破しようって話をしたでしょ。1日例えば2時間しかやってない方が6時間7時間やってみ、集中できてない時間絶対あるから。でもそれも込み込みでやってみ、そうすると、あ、自分ってこのぐらいの時間までやるとこういう気持ちになるんだみたいな、頭がホワホワする感覚するなって、この頭がホワホワしてる感覚の時にこの勉強をしても頭に残らねえんだなって、自分のことがいっぱい分かる。その自分が分かるからこそ自分にとって合う勉強法が見つかっていくの。自分に合うその細分化の方法とか、自分にとっての時間設定とかね、量の設定とかが見つかっていく。自分にとって効率的なものを見つけるためにはたくさんの無駄が必要なんだ。でもそれは無駄じゃない、自分を成長するために使ったものなんだから。だからぜひ今回話した3つのポイント、もう全部できればやってほしいけど、もしね全部無理だよっていう方は1個でもいい、1個でもいいからどれかを取り入れて、8月が終わった時にこの動画の冒頭みたいなにならないように、ちょっと頑張れたなってね、自分を褒めてやれるような自分になれることを願っておりますので、ぜひね頑張ってみてください。私も8月頑張りますので一緒に頑張っていきましょう。それじゃあ今回の動画はこれで終わります。以上です。さあよいしょ、頑張ろうね。